電車でこうプロフェッショナル仕様黄金線を進めます。今回701系秋田から新花巻までですね。前の車両、今まで他の路線で701系運転しましたけど、基本的に加速と減速が強いという感じなんで、減速のタイミングを間違えていけないと、遅れたと思った時にはまあブレーキからあ意外と止まってくれたってなるかもしれないんですけど、逆にブレーキが速くなってしまった場合には、先に、ホームに入ってねブレーキング速くやりすぎてあ意外と効くわ、で止まりたい位置の前で止まっちゃって 駅構内再加速とか、もしくはノロノロ駅のホーム20キロで入っちゃってほんで延着ってこともあるかもしれないです。だからブレーキング性能は良いということを念頭に置いて、無理しないようにっていうか小町早っ念頭に置いた上でですね、あまりブレーキを使いすぎないように、しなきゃいけないと思いますね。制限35ぐらいの後にやればちょうどいいかと思います。次は4つ時速90キロです。守りません、90キロ以上出します。あと車両口前、四つ小屋前800メートル地点セクションあります。マスコン切ってた方がいいかもしれないです。ただマスコン切ったらもらえるポイントは大体1ポイント、2ポイント、3ポイント、3秒、何秒、2秒、2秒ですね。でこの後すぐに45キロ制限が来ます。で別にいいじゃんって話なんですけど、時間を見てもらって分かる通りね、横45秒結構ギリギリかということで、あんまりすぐにブレーキをしなくてもいいかもしれないです。あとセクション無視して踏みっぱなし、踏み加速しっぱなしでもいいと思います。そうすると時間に余裕ができるかなと思いますね。あとこの45キロ制限も予告がこの時間であって、45キロの制限8、ここだね、多分ここだ、線路でぐるっと左にカーブするところで、45キロの制限が始まるわけなので、本格的にだからもうちょっとブレーキングはね遅らせてもいいかもしれないです。分岐点までに45キロになればいいわけだから、うわーブレーキ効くのはいいね、いいね。これ1秒遅れたら2秒取られるの、これ持ち時間その9秒からフルブレーキングかな。でもないか、どれもいいっすね、ここら辺は。で駅のホームが短いから気をつけてください。もうこの時点で80メートル、70メートルなんで残り、OK 9キロ以上出しました。止まらん。あはは、ちょっとやっちゃった。45キロ制限あり。ちょっと私の場合は90キロ出してたんですけど、さっきすごい装着しちゃった分遅れて注意信号を受けまして、はい、それ対応してました。ということで、すぐこの40キロにも対応できるんですけど、他の人は結構100キロぐらい出す長い区間なんで、ここって2キロぐらいある、対応に戸惑うかもしれないですね。やばい、またこれ装着するぞ。15秒死んでるし、いいね、レールがいいね、いいね。入試から停車98キロから一気ブレーキング、悪くない。 2秒ね、ここ2秒、フルでスタートして12メートル前、1200センチメートル前でフルブレーキングで2キロぐらいかな。こんな感じか、1キロぐらいでぶつかるのがすごいですね。
キロからブレーキ。上下通行。大体45キロの制限が始まるのってあのレールでレールがこうグッと曲がってくるからなんであんまり問題じゃないですね。刈羽の停車。残り13秒。オッケー、まあいいやいや。さあ、45キロ制限あります。まもなく神宮寺。場内神宮寺です。ちょっと待てよこれ。間に合うかこれ。神宮寺停車。間に合うかギリギリ。あね、これ制限予告が入った時に40キロにするんだったらちょっとさすがに間に合わないんですよね。なんならあの40キロの制限が始まるポイントを覚えてそこまでにブレーキングを終わらせると、そこまでで、ね、ギリギリブレーキングを終わらせる方がいいですよね。あ、延着じゃねえか。うわぁ1秒遅れたら2秒取られるの待ち時間。やだね、持ち時間。足元が滑りやすくなっております。550m セクションありです。場内進行45キロね、いつも通り45キロ。ここはお気をつけて。制限そんな簡単に速度を増すことはないと思いますけど、でもだからといってですよね、なんだべ、ギリギリまで遅らせようとするとまたそれはそれでオーバーしやすくなっちゃうというね、非常に面倒ですね。ここからだね。大曲がり停車。さあどうなる。で、簡単ですよね。簡単だけど、駅まで45キロ制限のせいでゆっくり走らなきゃいけない。その制限の予告が早めに来るので、それをいかに無視できるかってことですかね。ホーム前の曲がりかけたところ、あそこから45キロ制限が始まるっていうことを知っていれば、まあ、いいんですけど、知らないと早め早めにブレーキをしちゃって、全然ホームにたどり着かねえじゃんってなって延着してしまうと。あとホーム短いので、意外となんかホーム長いからまだスピード上げても大丈夫なんじゃねえと思わせておくと、意外と停止近かったって思わなしちゃったり、ブレーキが引きやすすぎて、なんならホームで停車止まっちゃったり、2キロ3キロぐらいになっちゃって あと50キロあんのにってこともあるかもしれないです。ブレーキング制度に気をつける、ホームの短さに気をつける、駅前の40キロ制限の位置を把握することが大事ですよね。Okay、おめでとうございます。素晴らしい運転でした。そんな褒めるの。へえ。